Sika. Kimi no namae wa? Kofune Mio. Kimi wa itsu? Dare kara umareta? Kino, otsuya de okaasan ga Mio o scan shite sono yofuke ni.Pero decía que era la original. O Kaa-san te yu no wa Shiori-chan no segata o shita Haine no koto ya na. Sí, es el 16. Sí, es el correcto. ¿Por qué? Sí, es cuando. Sí, ¿por qué? Sí, ¿por qué? Ay, gente.お母さんっていうのはしおりちゃんの姿をしたハイネのことやな。¿Por qué dice que, por qué decía que era la original si ahora le está diciendo que nació ahí? ミオの自転車のブレーキを壊した。私を殺すために死なんでも別に怪我でもして病院に行ってくれたらやりやすいと思った。病院の中でミオを殺して。すり替わりやすいってことか？そうよ。ひし形先生は影の味方やから。それはハイネの命令。違う。私がそうしたかっただけ。でも失敗。ミオの影を作るなんて、私は聞いてなかったで。安心してトキコ。今となってはなんで殺したかったんか。ようわからん。ハイネは、牛尾さんの影を探すために、あんたを産んだんやな。裏切り者やからな。私は人のコピーができん。あんたはできるんか？コピーには2種類あって、自分の体に移す変身と、体を分裂させて新しい影を生む分娩。分娩？私ら子供は人の影を1回きりだけ分娩できる。子供は？ハイネなら何回でも産める。でも体が弱っててハイネでも簡単じゃない。子供から生まれる孫の代には分娩能力がない。変身は影なら何回でもできる。ただし分娩でも変身でも人をコピーするなら1週間以内にオリジナルを消さんと体が泥になって消える。私もあと6日間の命でも今はだからって感じ。そんなところかな。ごめんよしんちゃん、あんまり役に立つ情報なくて。あ、いや、そんなお前が謝ることちゃうて。おいおい、あいつは鍵やぞ、そうくん。え、あ、いや、でも。そうくん？あ、くそ、調子狂うで。ハイネは復活のために大量の人を食う必要がある。分娩はそのための兵隊作りだな。私とお父さんは、お母さんのためにハイネを復活させようとしてました。そのための食事やと。でも違った。あいつらには別の目的がある。親父は了承済みなんやろ。ふざけやがって。俺らが死んでもええ思ってるっちゅうこっちゃ。お父さん、納得できやんことも多いけど、ひし形先生ならハイネの本当の目的を知ってるはずや。親父とは今晩10時に会う約束をしてる。よし、次の目的が決まったな。ひし形委員へ。オトラベス。はいよー、カーンめっちゃおる。ここミオを守ってくれ。それは命令？命令っちゅうか、まあ命令か。しんちゃん、私のこと怖い？めっちゃ距離取るやん。そりゃ怖ない言うたら嘘になるわ。お前に何回殺された思てんねん。ラソンブラスナモンゴス。めっちゃ距離取るやん。そりゃ怖ない言うたら嘘になるわ。お前に何回殺された思てんねん。それって別の世界の話やろ。私まだ誰も殺してへんよ。私からも質問していい？あ、うん。東
京で彼女できた。彼女？何聞くんあんた。しんちゃん時々標準語になるんが怪しい。怪しくない？おらんし、そんな東京で和歌山弁通じやんからな。俺は郷にいれば郷に従うの。ま、今のは冗談やけどさ、なんで私がしんちゃんのことお兄ちゃんってよく変化。Ay, no, esta vieja es una pobre mío. Pobre mío. La está. あのさ、命令通りミオのことは守るよ。でもな、ほんまにミオのこと守れんのはしんちゃんだけなんやで。La está vendiendo mal. La está vendiendo mal. Kagi ga aite ru. Douyu koto ya? Hie shuu no mon ga naku natte ru.お兄ちゃんと私の部屋も空でした。机もクローゼットもベッドも何もかも。南雲先生、これって。うむ、幸い人のシミはない。消去されたのは家財道具だ。我々に見られて困るものでもあったのか。だがどうも手当たり次第に消した感じだ。隠滅すべき何かが隠されていることは知っているのに、場所がわからない。そんな印象だな。親父のせいに決まってる。ここにおらんのがええ証拠やろ。お母さんもおらん。どうなってんのや、クソ。しんべヱ、こっちから影の気配がしたんやな、武将。うん、痛い痛い痛い。なんだ、そんなギュってすんな。死止まる。怖いんか。怖いに決まってるやろ。夜の病院ってほんま苦手ぞ。何か聞こえる。動かん。この音は下の階でなんか胴に挟まってるんや。弾痕か。争った形跡があるな。気ぃつけて。影はこの下にいてる。地下には何が？霊安室です。霊安室？平気ですよ。今あるのはお父さんがすり替えた牛尾さんの遺体だけですから。あ、そうか。自分のやったら怖ないな。そういう問題？恐怖を感じるのは生存本能が正しく機能しているからだ。恥じることではない。影はお化けよりも恐ろしい。気を引き締めたまえ。なんでこんなとこに。後ろ。見たか。いや。オリジナルをスキャンすれば牛尾さんが回復できますもんね。明日まで置いとくのは得策ちゃうと判断したんでしょう。やり直す？いや、速攻や。僧の両親を見つけやなあかん。オリジナルをスキャンすれば牛尾さんが回復できますもんね。明日まで置いとくのは得策ちゃうと判断したんでしょう。やり直す？いや、速攻や。
この通路ってヒルコ堂へつながる参道です。ここにも入り口が。ここを通ってハイネの寝床へ食事を運んでます。急病棟から入る古い道とは別ルートですね。僕も少し影の気配を感じます。さっきの影はここから奥へ入ったんでしょう。近いよみんな、もうすぐそこにいてるよ。私を信じるだろう。違うよお父さん、そうはならへん。あいつらにはうちとの約束を守る気なんかない。失望したぞトキコ。下がってソウ君、銃が近すぎる。心配ないよ、牛尾さんも南雲先生もついてるし、影見ようかていてるやん。それが一番心配やね。いまいち信用できやん、あいつ。ドキコ、ようあいつにコピーさせたよな。影にコピーされるってことはさ、心も体も全部覗かれるってことやん。うん、ミオには私の奥までもっと知ってほしいから。ミシンミシン、心も体も全部覗かれるってことや。うん、ミオには私の奥までもっと知ってほしいから。あんたそんなことよう真顔で言えんな。隠し事もうなしにするからね。なミオ、私のことこれでちょっとは信用してくれる？疑うなら俺もコピーしたらええ。それ絶対嫌。しんちゃんの心の中から分かりたないし。そう、トキコを撃ったらなんでそんなことができるんや。殺せ。
しなんやと思ってる。ケホネプータン。親父は医者やろなあ。医者が簡単に殺すとか言うなよなあ。やすいは何も喋らんつもりかよ。もうええ、ミオ、やってくれ。コピーできやん。この人免疫がある。そうか、喋ってもらうしか。待て、そんなはずがない。私をコピーできないだと。あなたは一度影を作られて、その影がもう死んでる。そうなった人には免疫がついて、二度とコピーできやんの。まさか、バカな。私はもう、私の影はもう作れないのか。そういうことやけど。先生。千歳。では、私は何のために。先生、私これで帰らせてもらいますわ。最優先の目的は果たしましたので。射程外。シデ様から伝言です。先生、菱形家には大変お世話になりました。しかしそれももう終わりです。お疲れ様でした。それと網代新平君にも伝言が。どういうわけか死ななかったようですね。君のしつこさにはうんざりですよ。君には何もできやんのに。あと2日、それで全てが終わりです。待て、こんやろ。行くな。追っかけやんでいい。でもあいつは牛尾の遺体を餌にして誘ってるんや。わざわざタイムリミットを言うて俺らを挑発してる。乗ったら終わりや。でも心配。Mi bebé objetivo. Sakiro, ¿qué te mira? ¿Qué va? ¡Ay, se ataya! Ochitsuite, o nechon. Ichiban kuyashin wa shinchan yaro. Ikioi ni makasete. Kodou sureba. Iitte mon demo nai. Ikari toka kuyashita wa. Fukan shite koso. Buki ni naru. Shinpei. Hishigata sensei.まだ沈黙する意味がありますか。娘よ。¿Con qué huevos? Después de que la quisiste matar. ¿Me が覚めたか？スレイさん、ここは？千歳さんには。先生と同じように私の記憶を見せてます。すまない千歳。ソウのお母さんは今まで自分が影だと知らなかった。そういう風に作られたのだという。君たちが儀式を止めようとしているのは分かった。だが本当にハイネを殺してもいいのか。どういう意味ですか。ハイネを殺せば全ての影は死ぬ。つまり君の牛尾も死ぬことになるんだ。牛尾。ええねん、ほんまはおとつい死んだ命やしな。今まで生きられたんがラッキーっちゅうか、今がボーナスタイムみたいなもんやし、その時間でみんなを救えるんやったらそうしたい。ハイネ一人倒して全部解決ってことやんな。そらええこと聞いた。それなら私は喜んでハイネを倒す。だよな。今一瞬戸惑った自分が恥ずかしい。な。うん。菱形先生、ハイネは復活して何をしようとしてるんですか。彼女はただ帰りたがってるだけだ。遠い。海の彼方、彼女の故郷に。そこ
こへこの世の生物がたどり着くことは不可能だ。影だけがそこへ生きる。ハイネは影だけを連れ帰るつもりだ。彼女が選んだ家族だけを。そんなことが可能だ。彼女の力が戻ればな。そこは時間のない永遠の国。私と千歳は影となってそこで永遠に生きるはずだった。そうや、時子も最後には影になるはずだったのに。だから俺らを殺してもかめへんのか、なんちゅう勝手な。あんたアホな。そんなことのためにあなたはほんまに自分勝手で自己中でどうしようもない人。ありがとうございます、私を助けてくれて。でももう終わりにしやんとね。そう、トキコ、ここまであんたらの成長を見られてお母さん嬉しいわ。千歳、待ってくれ。君が死んだら私は生きていく意味がない。いいえ、子供たちがいるやないですか。あなたを必要としてる島の人たちがいるやないですか。新平君の言う通り、まだ終わってないんやから償えるわ、今からでも。これは一体。私が時子に隠させたうちの裏カルテだよ。診断は全てカプグラシンドローム。この島の風土病、影の病だが、その実はハイネの食事となった者の名簿だ。新平君、君の両親の名前もある。え、父と母は仕事中に船が沈んで事故で。彼らは昼鼓動を発見し、それを発表しようとした。だから殺されたんだよ。事故に見せかけてね。シデが殺し、私が遺体をすり替え、ハイネの元へ運んだ。すまなかった。何、そんな一言で。シデの正体をご存知ですね。うん、この写真を見たまえ。奴はハイネの守護者であり、彼女が最初に産んだ子供だ。オリジナルの名は菱形シデヒコ。菱形委員の創始者、初代委員長だ。No puedo bajar. Quiero volver a ver esta parte. Esperen.一瞬戸惑った自分が恥ずかしい。な、うん、菱形先生、ハイネは復活して何をしようとしてるんですか。彼女はただ帰りたがってるだけだ。遠い深い海の彼方、彼女の故郷に。そこへこの世の生物がたどり着くことは不可能だ。影だけがそこへ生きる。ハイネは影だけを連れ帰るつもりだ。彼女が選んだ家族だけを。そんなことが可能だ。彼女の力が戻ればな。そこは時間のない永遠の国。私と千歳は影となってそこで永遠に生きるはずだった。いや、そうや、時子も最後には影になるはずだった。No había entendido bien esa parte. Hizuki ga kawari, 23 nichi ni natta.
先生。Mi amor。新しいシャンプーあったよ。ああ、すまない。先生、私、新平と14年前の記憶を見たんです。先生とハイネが出会ったところを。うん、聞いているよ。先生はあの時。ぺたんこやったのに、ちょっと触ってみて。別に構わないが。肩凝りませんこれ。凝るよ。ラモ。ハイネは。ラモタント。なんであんな風になってしもたんかな。ミシーパ。先生と遊んでる時は人間の可愛い女の子に見えたのに。そうだな。私が愚かだったのだ。好奇心だけで関わるべきではなかった。私この体、ハイネから生まれたんやと思う。龍之介さんが殺されたあの時にハイネが弾けて別れたんが私。私怖くて、私もいつかハイネみたいにおかしくなるんちゃうかって。安心したまえ。その時は私が殺してやる。ミオ、なんや、私か、何の用？えらい冷たいな。そらそうか、私、自分のこと大嫌いやもんな。何よ。低い鼻も、短い指も、毛深いことも、汗っかきなところも。やめて。全部嫌い。だって、全部お姉ちゃんの。逆やもんね。外見だけちゃうよ。成績も性格も。やめてってば。あんたこそお姉ちゃんの影やん。いつまで我慢するつもり？せめて自分の気持ちを伝えなよ、しんちゃんに。グズグズしてたら私が言うよ。あかん。絶対あかん。これが母さんの位牌だ。キリパサ。大事な母さんをハイネに食べさせるわけがない。命日は2013年1月3日。死因は心不全だ。ドナーが見つかったって話は嘘かよ。シーシー死んでたんかよ。あの手術の日にはもう。言えよ。こんなだって話は嘘かよ。死んでたんかよ。あの手術の日にはもう。言えよ。こんな大事なこと。菱ヶ岳は300年にわたり影に関わってきた。この秘密はもちろん受け継がなければならん。ただし後継者は一人だけだ。私の父も兄や弟ではなく私だけに伝えた。お前には荷が重いと思ったんだ。そう、お前は人の命を重いと考えるだろう。そんな当たり前やろか。だから無理だと思ったんだよ。すまなかった。謝るんやったら時子に謝れ。Sí, la arruinó la vida。菱形先生が悪いって思いやんねん。大事な人を救うために手段を選ばんかっただけやろ。同じ立場やったら同じことせえへん自信ないよ。シンシラリアス。でもその結果、復活の儀式、あの大量虐殺に加担してたんですよ。犠牲になった人たちを影に変えて、殺された記憶は消して、あとは誰にもバレへんって。親父さんの計画にはさらにその先があったみたいやけどな。はい。影でも牛は牛やしな。千歳さんも千歳さんやし、やっぱり俺は自信ないかな。優しいんですね、新平さん。最後に眠ったいつですか？え？たくさんループして意識が連続してるんですよね。ひどいですよ、目のクマ。お、確かに、ずっと起きてるかもな。ほら、
無理したら飽きませんよ。うん、みんないてるんですから今夜くらい眠ってくださいね。トキちゃんの言う通り、もう今しか眠るタイミングないかもな。ありがとう。Sutil, discretito, mi amor. ¿Dónde está? ¿Omae ka, Ushio? ¿Estoy de acuerdo? 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 ¿Estoy de声が大きい。なんか忘れ物とか。まあそんなとこや。どないしても無理か。いやほな私も一緒に行こうか。出しても帰るんやったら。しゃあないか。ついてこいぞ。すぐ戻る。お前は外で待ってろ。ラーモ。なんで普通に入ってくる？だって影の気配がするんやもん。心配いらん。あいつは動けやん先に。はいの。ただいま。この人、まさか。ああ、鍵や。妻のな。ちょうど2ヶ月前や。こいつは一人で畑出て行って、影になって帰ってきた。あの光を浴びた時、すぐに思い出したわ。14年前のあの日、龍之介が殺された時のことをよ。こいつはわしをコピーしようとしたが、わしには免疫があった。どないした？様子がおかしい。こんなんは初めてや。千歳さんをおかしくしたハイネのテレパシーを奥さんも受信してしもたんやと思う。そうか。ネズさん待って。悪いけどよ、二人にしてくれ。待ってよ、私がハッキングしたら戻せるよ、元の奥さんに。元に戻してもこいつは書けない。しかもお前や姿のんた違う。こいつはわしの妻を殺して変身した妻の仇やろ。でもわしはこいつをよう殺さんかった。影を駆除すると言いながら最大の仇であるこいつを生かしとった。わしにこれ以上ボーナスタイムはいらん。頼む、わしにもけじめつけさせてくれ。頼む。大丈夫か？本当にぐっすり眠っていたぞ。よかった、近づいていた時間の端っこが遠くなってる。これで残りのループ回数に少し余裕が生まれた。でも目の奥の痛みは取れていない。頭痛もひどくなってる。みんなの安否は？そうだ、おはよう。¡Ay, preciosos! ¡Soda!
の朝を迎えた。今日23日は狩りの日になる。明日の決戦に備えて影の戦力を可能な限り削いでおくのだ。まずは南雲先生が葬儀で見つけた影が標的だ。南雲チームが小貝時計を、俺たち牛尾チームは人淵家を調べることにする。その前に牛尾チームは一度小舟に戻った。アランは仕込みをしていた。怒られるのを覚悟して帰ったが、アランは優しくお帰りと言った。一晩中小舟を見張ってくれていたロズとギルをトキちゃんの元に返した。ミオはアランを手伝う。影見を護衛に残し、ソウにも小舟に留まってもらう。ほな、今日はお姉ちゃんとしんちゃん二人っきりなんや。え？お、うん。ええー、なあ。なあ、ミオ。ラマット。こっちにはソウ君おるから平気。な。お姉ちゃんもしんちゃんも気つけてね。あと、これ使って。息子もええやん。お姉ちゃんの髪の毛なんやけど。本物の。どういうこと？そうか。洗面所とか部屋に落ちてたのを集めたんよ。髪の毛にはお姉ちゃんのデータがあるやろ。数本しかないけど、ちょっとした回復薬みたいに使えるかなって。ミオ天才。ボルフィーン、ボルフィーン。No, el del fleco de dónde salió. Ya, ¿iku ka? So, Mio, tanamu yo. Makashi toke. Omaera mo shiru na yo. Shin-chan. La mato. Ato de watashi, hanashi aru kara. Zettai buji de, kaette kite yo ne. Wakatta. Nanka attara sugu renrak shiro yo.近くに気配はない。この家にはもうおらん。南雲先生が言うてた通りや。人淵家は全滅してる。南雲先生が葬儀で見つけた影、人淵かなえは学校の先生だ。通称ブッチー。もちろん俺も牛尾も南雲先生も島の子供全員が授業を受けたことがある。下で、おい見てみ、あいつの髪金髪や、目の色も青いやで。一瞬外人や、外人、外人、外人。おい、あ、お、死ね。ラモ、後ろ、逃げんな、こら。何やってんだあんたら。お、ブッチ、あるないもん。私は悪ないもん。そうやね、牛尾さんは悪くない。悔しかったんやな。悔しない。あいつら弱い者いじめしかできやんねん。弱いからな。でも私は弱ない。それを教えただけやもん。確かに牛尾さんは強い。Es la mejor。 でも暴力はあかん。ほんまに強い人はな、誰かを傷つけたりせんの。何それ、意味わからん。あんたのこの手は誰かを傷つけるんちごてね、手つないだり撫でたり抱きしめたりするのにつこてほしいな。あいつらと手つなげって言う。最悪。おえ新平くん。はい。これからも牛尾さんのことよう見といちゃってね。あんたが頼りよ。はい。次は手をグーにする前にちょっと考えてみてね。そんなん約束できやん。やられたらやり返すもん。そう、牛尾さんの正直なところ。先生大好き。 Es la mejor。 ブッチ優しかったよね。そうやな。でも怒ると怖かったな。先生の仇取れんのは私らしかいてへん。
俺たちは影の気配をたどり、鷹の巣山の森の奥へと向かった。どうや、反応は？だんだん強なってきてる。気ぃつけて、向こうも私に気づくと思うから。あ、分かってる。新平、もしかして緊張してる？そらな、こっちは二人だけやからよ。私がついてるんや、大丈夫よ。新平はいつも通り俯瞰して落ち着きな。新平乗って。くんなよ。あらあら、元気がよろしいね、浜地くん。いい食事になりそう。山本、つまり悪い影といい影が戦ってて、牛はいい影。はい、東大くん大正解。安心してね、悪い影は私らが全部やっつけちゃうからな。新平、その通りや。いつまで登ってんの？降りられないんだよ。お前がここまで運んだやろが。新平って尻に敷かれるタイプやな。うん、夫婦みたい。そんなんちゃうわ。ええか、これは極秘の作戦やからな。大人には言うたらあかんぞ。うおー、妖怪みたい。そんなんちゃうわ。ええか、これは極秘の作戦やからな。大人には言うたらあかんぞ。うおー、妖怪。なんかすげえ。ロサモ、ディオドサモ、タント、ブッチが殺されてるってこと、よう言わんかった。私、それでいい。怖がらせることもないし。あの頃影のこと黙ってられるかな。大丈夫、言うても誰も信じやん。新兵チーよ、まだ新しい。ブッチーの仕業か。34歳、女性。この島の人じゃない。大阪に住んでる観光客だな。人型の趣味はないな。その観光客は運ばれて。くそ、ハイネは昨日の傷を治すためにいつもより人を食べてるんや。アホめ、いくら他人は食べても治らんのに。小早川しおりもハイネも、もうオリジナルはこの世におらんのやからな。うしょ、あれ、私今なんか言うた？ちょい待ち、南雲先生からや。予定通りに一回みんなと合流しおら。あいつらには小舟にいてもらう。それが一番安全や。チームは合流し、状況を報告し合った。結論から言うと、倒せたのは人淵先生と子供二人の影だけだった。子がいた時にはシミだけが残され、影を発見するに至らずであった。その後俺たちは戸津村さんを中心に体育館での戦いで倒した影たちの家も調べた。いずれももぬけの殻だったが、全ての家族が旅行や出張などで姿を消す理由を周囲に話していた。例えば小早川家はしおりちゃんの静養で海南におる兄夫婦のとこに帰ったと聞いちゃうらしい。ちなみにその兄夫婦に確認したが、そんな事実はない。一周目は影の戸津村さんが小早川家は借金で夜逃げしたって。借金？我々に駆除されて消されても騒ぎにならないよう先手を打っているのか。明日の夏祭りを滞りなく開催するためだろう。向こうから襲ってくる様子はないですね。やっぱり牛尾さんのハッキングを怖がっているんでしょうか。やつらめ、わしらにはもう尻尾を見せへんかもな。やつらが一番やがるんが祭りの中止か。なんとかして中止にできやんかな。うん、そ
そのためにはやっぱりあの人に会うしかない。思い返せば初めから俺はあの人に会おうとしてたんだ。初めて俺が殺された場所、ヒルコ様、ここが全ての始まりだ。こんにちは。ロマだ。あら、こんにちは。少しカリキリさんに話があって来ました。時間ありますか？ええ、構いませんよ。ほら、立ち話もなんですし、どうぞ中に。あ、いいの。潮風に溶けた面影は、ま、あ、いいの。1732年、享保の大飢饉の折、人ヶ島にも餓死者が続出した。島の存亡の危機に瀕したある日、表浜に巨大なクジラが流れ着いた。島民はこのクジラは神の恵みだと喜び、食べようと集まった。ある漁師の娘がクジラに近づいたその時、クジラの体がまばゆく光り、瞬く間にその娘そっくりの姿になった。そしてそれは娘を食らった。たたりを恐れた島民はその娘を荒人神ヒルコ様として祭り上げたという。これが人ヶ島に伝わるヒルコ伝承だ。釣り上げた目そっくりの姿になった。詰まった。ある漁師の娘がクジラに近づいたその時、クジラの体がまばゆく光り、瞬く間にその娘そっくりの姿になった。そしてそれは娘を食らった。たたりを恐れた島民はその娘を荒人神ヒルコ様として祭り上げたという。これが人が様に伝わるヒルコ伝承だ。影の気配はない。南雲先生が言うてた通り、やっぱりカリキリさんは影とちゃうね。そうか、でも気を緩めるな。いやー、毎日暑いですね。ええ、東京はあれですか、和歌山より暑いんですか？いや、あんま変わんないですよ。冷たい麦茶でもどうぞ。あ、どうも。でもカリキリさん、去年東京来たんでしょ？え？昨日言うてたじゃないですか、東京のゲームイベントに行ったって。ああ、そうそう、海の近くの幕張ね。幕張は千葉やけど、いやーそうやわ、暑かったわ。東京、人の数もえらいことなっててな。ゲームお好きなんですね。どんなんやるんですか？昔は RPG ばっかりで、今は PC の FPS とかシミュレーションゲームとか好きやね。今年も行くんですか？いや、今年はもう無理やろな。 FF7 リメイクやりたかったな。いつ出るんやろ。FF7 って面白いんですか？よく聞きますけど。え、まさか新平君7やったことない？生まれる前に出たゲームですから。世界観が好きなんですよね。発売されたんが世紀末やからかな。アートも音楽もどっか大敗的なムードでね、人生の終わり方について考えさせられる。人生ですか。カリキリさんにとってのゲームは俺にとっての小説ですね。南雲龍之介の沼男って小説知ってます？すごく好きで、これは俺のことを書いてる、俺の物語だって最近そう思いますよ。沼男、その小説は知りませんが、思考実験の沼男、スワンプマンなら知ってますよ。そういう内容なんですか？はい。ある日、主人公のコピー人間が現れて主人公になり代わって生活するんです。家でも学校でも誰からもコピー人間だと気づかれません。コピー人間は主人公の記憶も人格も DNA も完璧にコピーしてる。その場合、そのコピー人間は自分と同一人物と言えるか、どう思います？それは同一人物やろな。
人の細胞は新陳代謝で日々新しいものと入れ替わってる。細胞分裂、コピーを繰り返してね。それが一瞬で起きたかゆっくり起きたかだけの差でしかない。つまりコピーはオリジナルと同じだと。そう思いますね、私は。そんなことばっかり考えてるんですか。昨日も影の病について聞いてきましたよね。ヒルコ伝承についても調べましたよ。初めはカリキリさんに聞こうとしたんですが、ヒズルさんが詳しく教えてくれました。およそ300年前、江戸時代にこの島に流れ着いた神、ヒルコ様。それは遥か昔、この世界の外から来た。ここでは仮に宇宙としましょう。それは宇宙を漂う生命体だった。近くのものをコピーして変身し、コピーした情報を栄養にする生命体。でも宇宙空間では変身できるものは限られている。おそらくそれは隕石の形で地球にやってきた。落ちたのは海でしょう。いろんなものをコピーしたでしょうね。ここまではヒズルさんの想像に過ぎない。でもこの後が文献に出てくるヒルコ伝承につながるんです。300年前、それはクジラに変身したんですよ。そして何らかの原因でこの島に流れ着き、クジラを見に集まったある漁師の娘をコピーした。それが影の病の始まりですよ。確かにヒルコ伝承はその通りやけど、まさかその話が実話やと。はい、影は実在します。そして牛を殺し、俺の両親を殺し、明日この境内に集まった人たちを皆殺しにする。あ、いや失礼。新平君、さすがに本の読みすぎや。牛尾ちゃんが亡くなって動転するのは分かります。よう休んだ方がええ。もう全部分かってるんですよ。カリキリさん、あなたはこれが実話だと知ってる。なぜならあなたはこの一部始終を見ていたはずだからだ。¿Cómo sigue igual? Se fue hace muchísimo tiempo. はじめは気づきませんでしたよ。でも菱形先生に見せると、それはあなただと言った。右隣の男性は菱形先生のおじいさんだそうですね。70年も昔の写真になぜあなたが写ってるんですか、カリキリ正人さん。いや、菱形秀彦、お前が死でだ。入れ、戻りなさい、入れ。菱形先生が何を喋ったんです？お前の質問には答えない。聞くんは俺や。もう一枚の写真を見てみろ。時代は下って、40年前。それは菱形先生のお父さんが撮ったもんや。お前は影じゃない。でも、ただの人間でもない。なんでそんなもんがここに。わからん、ただの推測や。でももしこれがヒルコ様なら、菱形委員と人神社につながりがあるのか。四本腕の正体はカリキリ正人かもな。ぶ、はあ、カリキリのせがれが。君たちもそう考えているのでは。ええ、ハイネ、ヒルコ様が影の母やったら、それを祀ってる人神社がめっちゃ怪しいよ。カリキリさんは宮司なんやから。ほやけど、カリキリは人間なんやろ。四本腕はなぜ顔を隠す。奴が影なら誰か別人に変身すればいいだけのことなのに。実は奴は人間で、
コピー能力がないとしたらどうだ。あいつがスキャンするところを見たことないけど、でもプリントはしてましたね。影を構成するあの黒い泥、四本腕はその泥を鎧のようにまとっている人間だとすれば、顔を隠すっちゅうことは見られたらまずい。つまりわしらがよう知ってる人物。やつめ、よくも龍之介を。やはり四本腕は狩切正人だ。今君の記憶で奴と対面して確信した。なんでわかったん。私はあの宮司が昔から苦手だった。四本腕も全く同じく生理的に受け付けない。なんじゃそら。鎧で顔は隠せても人間性までは隠せない。それに根津の影縫いが効かなかったのも奴が人である可能性を高めた。でも狩切さんはあの時間まだ葬儀場にいるはず。葬儀は影に任せたんかも。ほんまに中身があるんやったら暗殺中っていうのは使えるな。奴がただの人なら殺すのは造作もない。気づかぬふりで神社へ行き、世間話でもしている間にズドンだ。いやそれ殺人ですよ。もっと決定的な確証がないと。それに人なら追い詰めれば話し合いに応じるかもしれませんよ。シデは左手に火傷を負った。これは正体への目印になるだろう。これを見たまえ。奴はハイネの守護者であり、彼女が最初に産んだ子供。オリジナルの名は菱形秀彦。菱形委員の創始者、初代院長だ。何ですかこの写真は。菱形家は古代からこの島の祭祀を司っていたが、江戸時代に秀彦の父が医者の真似事を始めた。待ってくれ、菱形って狩切やろ。神社は菱形と狩切はもともとは同じ家なんだ。カリキリは菱形から分かれてできた家系だ。君たちはヒルコ伝承を知っているかね。ヒルコが流れ着いた日、ヒルコはハイネになり、ハイネは島民たちに神として祀られたのか。そうだ。やがてシデヒコは神と交わり、子を成した。スキャンされ影として平面から分娩されたんじゃない。立体のハイネの肉体を妊娠させ出産させたのだ。そして神の夫を自称し、ハイネの名字カリキリを名乗り始める。そしてシデヒコには兄がいた。ハイネの出産後、菱形家は分家した。以後はカリキリ家が神を祭り、菱形家が医者の家系となったんだ。つまりシデとうちらは血のつながった遠い親戚。あほな。それでその生まれた子供は。その赤子は成長するにつれシデヒコに瓜二つとなっていったらしい。これが影の性質なんだろう。ハイネが妊娠すると生まれてくる子は父のクローンなんだ。ここからだ。それを見たシデヒコはある欲望を目覚めさせた。まさか。やつはハイネに自分の人格と記憶をコピーさせ、クローンに移植させたんだ。そうすることで若返りをしたんだよ。ヘドが出る。道理でいけすかんわけだ。取り上げたのは私の父だ。その写真も父が撮った。今の奴の肉体が生まれた時のものだよ。シデはこの秘術を繰り返し、自分を産んだハイネに自分を産ませ続けて、300年前から現在まで生き続けているのさ。人と影のハイブリッド。やれやれ、ずるいな新平君。ループするんやもん。帰省して一日でここまで来ますか。ま、座って一杯いかがです。毒なんか入ってませんよ。認めるんやな。あの時はね、私が40の時やから1732年の夏ですね。世に言う享保の大飢饉が起きた年です。知ってます？日本史の教科書に載ってますよ。えらい凶作でね、漁に出る大人が死んで魚も取れんようになってしもてな。でもそこにハイネが現れた。この島では海から流れ着いたものに神様が宿るって信じてたから、ハイネはまさに神そのものやった。そして彼女は人を食う代わりに
豊漁をもたらした。その伝承、そこの下りは誤りですね。島民を何百人か影に変えただけですよ。影やったら漁してなくとも魚を取れる。飢えた人を救うことができる。人ヶ島が今あるのは私のおかげなんですよ。ふざけんなこの野郎。自分が正しいことしてるつもり？なんでジンペの両親を殺した？そりゃ潮ちゃんと同じく邪魔やったからでしょうが、ヒルコ堂を発見して公表しようとしましてね。愚かな夫婦でしたが、母が美味しくいただきました。こいつ、ヒルさん。ああ、もしかして陰りしといた方が嬉しかったかな。それは私のエンディングではない。母の願いを叶えることが私の使命。くそ。それに分かりませんよ。私の影がいるのかも。何かがおかしい。引き金を引いて。近くに影の気配はない。なぜこいつは。撃って、神兵。シデを倒すのは今しかない。分かりますよ。君は今こう考えてる。ケットンとしのれスパーラ。左手に火傷してへんのや。でね。ところで新平君、もう私動いてもええんですか？ここまでや。もう我慢できやん。後ろ。待て。No se va a morir, obviamente. が人殺しらしたあかん。なんでや。こいつは俺の仇や。新平は優しいからきっと後悔したよ。人として見てるやろ、私のこともこんなやつのことも。汚れ役は全部私に任しとき。後ろ貸して。みんな聞いてた？シデを殺した。Sabía. Era obvio. Adiós. なんで
両親を殺したんか、あいつの口から理由を聞きたい。出ないと全然納得できません。そのためやったら一回死ぬくらい屁でもないです。私はついてくからな。神社がもし影だらけで待ち受けられとったら話するどころちゃうで。牛尾の言う通りだ。単身乗り込めば奴らが君を捕獲するプランに切り替える危険性も出てくる。わしらも境内まで行かせてもらうぞ。わかりました。会話も盗み聞きできなくて。グループ通話でポケットに入れとけばどうかな。あかんな。これやと会話の内容までは聞き取れやん。お前純正相手にしたらええわよ。2発まず奴の影に打ち込みます。本当に人かどうかの確認のために。もし3発目が聞こえたら踏み込んでください。おしよう。